こんにちは、目黒区の自律神経救世主、春町接骨院、久松です。いつも動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。今回も、自律神経の症状、その他の症状でお悩みのあなたにお役に立つ情報を提供いたします。今回はですね、自律神経を整えるのに役に立つ食べ物、3つご紹介いたします。まあね、これ食べてね、すべて解決するわけではないですけども、食べることにより自律神経、整えるっていうことを役立ちますから、ぜひ参考にしてみてください。まず一つ目、乳製品です。乳製品にはトリプトファンというアミノ酸が豊富に含まれております。このトリプトファン、幸せホルモンであるセロトニンというものの合成に必要になります。またこのトリプトファンっては体内で作れないので、食事で補給するしかないので、乳製品なるべく取るようにしてみてください。そして二つ目はトマトです。トマトっていうとね、リコピンっていうイメージがあるんですけども、リコピンだけじゃなくて、このギャバというアミノ酸が豊富に含まれております。このギャバっていうのは、脳に酸素や血液を運んだりする働きがあります。そして、神経をリラックスさせる効果もありますので、自律神経の症状でお悩みの方にはおすすめです。三つ目は緑黄色野菜。緑黄色野菜にはビタミン C が豊富に含まれております。このビタミン C は、自律神経に対してストレス。あなたにあったストレスに対抗するために体にアドレナリンという物質が作られるんですけども、そのアドレナリンを生成するのにこのビタミン C が必要になってきます。ですから、もしあなたが自律神経の症状でお悩みでしたら、乳製品、トマト、緑黄色野菜、意識的に摂るようにしてみてください。ただね、最初に言ったようにね、この3つ摂ってれば、じゃあ自律神経の症状を解決できるのかって言ったら、そうでも、そういうわけじゃないですから、しっかりね、普段の生活をね、気をつけて、まず体を冷えないようにする、精神的ストレスをためないようにする、睡眠をしっかりとる、などのね、生活習慣も大事になってきますから、そういったことと並行して、乳製品、トマト、緑黄色野菜、摂るようにしてみてください。また、これをご覧のあなたが、もし自律神経の症状やその他の症状でお困りでしたら、私がそんなあなたのお役に立ちます。興味がある方は、電話でもメールでも LINE でも私の方にご相談ください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。